気持ちのいい朝です。ちょっとね、日差しが強すぎてね、暑いぐらいなんですけどね、今日のね、動画はですね、既婚についてね、ちょっと話そうかなと思いますけどね、既婚中かね、これまあ虹の玉、これね、初心者さんのこう大体こう昔はあれですよね、この虹の玉から育て始めるとかいうのが多かったですね。虹の玉はね、やっぱよくね、どこにも置いてましたもんね。最近逆に見かけないっていうかね、そんな感じです。少しね、茎の間が空いてるんでこう徒長気味ですけどね。あ、まあまあそれはちょっといいとしてね、既婚ですね、こういうふうにね、まあ虹の玉に限らず、あのエケベリアとかでもですよ、こう気立ちするタイプは、そういったやつにはね、こういうふうに出てくると思いますね。アイオニウムとかもね、出るやつがありますね。で、なんで、こんな感じで、こう、既婚が出るのかな、ちゅうことがね、あるかと思うんですけどね。大体はね、根詰まりやな。これもね、これガッチガチですよ。根詰まり。根詰まりが一つ原因。うまくやっぱね、水を吸えないんですよね。それと、もう一個あれですね。水の不足、水やり不足ね。土がこうカラッカラに乾燥したりすると、それが起こるんですよね。それと、まあ日本はね、こう湿度が高いけんあれやけど、空気中のね、こう湿度が高いと、ここね、土の中に水がないとかね、根詰まりしてうまく吸えなかったら、空気中のこう湿度が高いと、まあそれを求めてね、こういうふうにこう伸びてくるんですよね。だからこれはね、まあこう、もう取ってもいいんですよね。これはね。役を果たしてないって言えば、ほぼ果たしてないよね。ですから、この既婚をね、まあ出てきたら、まあ、何なりかのこう一つサインやなっていうふうにね、捉えていいと思うんですよね。これもね、多分ね、かなりね、原因の一つの、そう、根詰まり、だろうと思います。水をね、ちょっと比較的与えてたんやけど、ほら、こんな感じでね。パンパンでしょ。表面にこう根が張ってるんでね。だから、もうこういうやつになると、ね、根詰まりを、あ、根詰まりじゃない。まあ、既婚をどうするか、ちゅうことになるとですよ。もうちょっとね、これ根詰まりしてるんで、これよりも大きい鉢に植え替えるっていうのが、まあ、一つの手でありますよね。そういったことある。それと、まあ、水やりをね、よくやる。まあ、また、剥げすぎるとね、こう、悪いんで、あれなんですけど、土をね、ちょっとね、変えるっていうのが手と思います。自分とか結構めんどくさがってね、どの土もあんまりこう、差がなくね、使ってたんやけど、少しね、まあこれ、特にこれあれですね、虹の玉なんで、セダムでもあるから、少しね、培養土とかね、そういったやつを使ってもいいのかなというふうに思うんですよね。で、これをもうあんまりね、置き場の問題もあるんで、大きくしたい人はこうすればいいんですけどね。もう置き場もちょっと困るわっていう人がね、いたら、まあそれはね、まああれですね、こういうふうにね、根を整理して、してまたこれにね、植えてやる。そういったことがね、必要じゃないかなと思います。まあ虹の玉ね、こういうふうに葉がポロポロ取れるんですけどね、ものすごくね、これ葉差しとか出やすいからですね、ほんと育てやすい、初心者さん向けのね、多肉なんですけどね。ですので、対策としてはね、まあもう鉢を大きくしたくないなら、こちらの方ね、こうやっぱ植え替えをして、根をね、随分整理してまたこう植え替える。そしたら、根詰まり状態でもないし、水も吸えますしね。それと、まあ、土をね、多少ちょっとこう、特にこう、セダム系はね、こういうふうにこう、水持ちのいいやつにね、ちょっとした方がいいんかなと。これがいつもの配合度、赤玉とね、ボラと、クンタンの、クンタン、カヌマやね、の配合度に、ちょっとね、観葉植物用のこれ土を、ま、半分ずつね、混ぜたやつなんですけどね。これでね、今回は、植えていこうと思ってるんですけどね。だから、まあそこら辺があれですね。原因と、まあ対策っていうことですかね。ですので、こちらもね、それぞれかなりね、
こういうふうにね、気根がボーボーなんでね、でもこう伸びすぎてるでしょう。だからこういったやつはもうね、またもう全部カットしてね、このままひょろひょろ伸びてもしょうがないので、刃を何枚かこうつけてね、つけたまんま、カットしてね、増やしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。こういうふうにね、まあ、光合成もあるんで何個かこう刃をつけてね、でこういうふうにこう切っていく、こうもうのっぽになってももうしょうがないからですね、うん、だから、このようにね、あ、これ切るか、これでね、どんどん切っていきます。ここら辺もそうですね。これとかもうね、多分ね、茎がダメになってあんまり吸えてないよな、多分。生きちょんかな。あ、見えますかね。死んでるでしょ、ほぼ。緑色が見えないですもんね。多少は吸えてるけど、ちょっと厳しいですね。もうこうなると、もうね、いいところからこのようにこう切った方がいいと思います。ここら辺になるとね、違いが分かるか分からんけど、随分こう緑色っていうかね、茎の色がこういい感じなんでですね、だからこういうちょっと古いやつずっと育てていきたいんですけどね、まあちょっとやっぱり、ここまでなってくるとちょっと難しいですね。ここら辺っていうのはもうちょっと遅れてますね。こういったやつはまだちょっといいかなと。こう木質化してるやつはもうあとちょっと厳しいなという気がしますね。こうやって切ってもなかなかこう新芽もね、出づらい、そういったところがねありますからね。こう茎がね緑緑してるとね、結構ねまたそこから新しい芽はねこう出やすいんですけどね。はい、こういう感じでね、ちょっとね、植え替えとかねいろいろしていきたいと思うんですけど、まあこれちょっと一回ね綺麗にね洗うといいんだけど、まあ背段もちょっとね強いから、まあ、まあまあね、植えましょう。これをね、これね鉢底石を入れて、これに、あら、これどこ行った、これに土をね、ちょっとあまりにも汚ねえな。一回洗うかな。一回止めます。はい、鉢をね、まあこれは汚いんやけどね、内側ちょっとね、きれいに、洗いまして、で、これにね、ちょっとこういうふうにね、土を入れます。まあ、オルトラもね、やっぱりこう、ちょいと入れといて、肥料はね、この、あれですね、観葉植物用の、土にね多少入ってるので、また別途でね、肥料入れるってことはちょっとやめときましょう。これちょっと後で刺しましょうね。でこういうふうにね入れて、ここから土を継ぎ足しましょう。もうちょっとねあれですね、土を取ってやってもいいんでしょうけどね、ちょっとはこんな感じでいきましょう。これはこれでまたね、まあ、後でねちゃんと植えますけどね、茎もかなりねこういうふうにこう茎の間が伸びてるんで、これ徒長してますからね、ここら辺からまたね新しい芽もなんか映ってるか分かりませんけど出てきそうな感じなんで、ちょっと低くねこういう感じで切ります。伸びすぎてるんでね、この茎の間がですね、だからちょっとね切っていきます。こんな感じでね、かなりねこうやって切っていくとどんどんね増えていきますからね、葉差しでも増えるし、差し木でもねすぐつきやすいしですね、虹の玉っていうのは本当ね、最初にも言いましたけどね、本当なんか多肉育成のこう入門編の多肉やったよな。最近はもうね、もういきなりエケベリアから行くっていう方がね多いと思うんですけど、なんかね自分の中ではね、なんかスタートはなんか虹の玉ぐらいからっていうイメージがね、すごくあります。
どうですかね、昔から育ててる人はそんな感じないですかね。はい、こういう感じでね、残りこの2つを、やって、虹の玉はね、挿し木にしたり、葉挿しにしたりしてね、この後やっていきたいと思います。はい、いろいろね、作業を終えました。後ろのね、この3つが、もともとあったやつをね、植え替えて、上をちょんぱしてね、ちょっと寂しいんでね、間々にこういうふうにこの挿し木をね、こう置いてます、ここら辺ね。それと、こちらのがね、新たに作った挿し木で、またこちらはね、こう間々にあれですね、葉挿しみたいな感じで葉を置いてます。で、葉がいっぱい取れるんでね、これはもうまとめてこんな感じで、ドンと入れてね、まあ、芽が出てくるのね、ちょっと待つ、そんな感じのところです。はい、ということでね、今日はあれですね、既婚のお話とね、まあ、ついでにこう、虹の玉のね、植え替えというか、植え替え、挿し木、葉挿し、そういった形で今日はね、動画を撮らせていただきました。今日はそういったところですかね。これで終わりたいと思います。この動画ね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録と、よろしくお願いしたいと思います。あ、高評価の方もですね、お願いします。それではね、またね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。